こんにちは。2006年8月に福岡県で飲酒運転による交通事故により幼児3人が死亡する重大事故が発生してしまいました。その時から飲酒運転は取り沙汰され大きな社会問題となりました。2007年には法改正で飲酒運転の厳罰化が進み、その2年後の2009年には行政処分の強化などされたりと飲酒運転撲滅キャンペーンが行われております。車の運転で呼気1リットルあたり 0.15mg 以上のアルコール量が検知されたら酒気帯び運転で違反になります。免許停止90日から免許取り消しまでどの程度のアルコールが検知されたかによって罪の重さは変わってきます。また運転手だけではなくお酒を飲んだ人の車に同乗する人、お酒を提供した人も罪に問われる時代になりました。最高3年以下の懲役または50万円以下の罰金に課せられます。最近では飲酒運転撲滅キャンペーンの効果も出てきて、グラフのように車の飲酒による死亡事故は年々と減ってきております。そもそもなぜ飲酒運転をしてはいけないのでしょうか。警察庁によると飲酒時には安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。具体的には気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする、車間距離の判断を誤る、危険の察知が遅れたり危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなるなど、飲酒運転は事故に結びつく危険を高めるからだそうです。当たり前ですがこれは車だけではなく自転車でも船でも飛行機でも同じことが言えるでしょう。飛行機の操縦の場合だと車に比べてより高速で移動していますし、車と違って3次元で移動しています。より複雑な動きをしていますし、一旦離陸してしまえば何かあったら酔いが収まるまで路肩などで停車することができません。一瞬の判断の遅れが命取りになってしまいます。残念ながら2018年の年末から航空業界の飲酒問題が相次いで取り上げられました。今回は航空業界の飲酒問題について見ていきましょう。2018年10月28日の現地時刻19時、ロンドン発東京行きだった JAL の副操縦士の血中アルコール濃度が規定の9倍以上もありました。JAL ではアルコール量を検知するため運航乗務員の呼気検査を行っておりました。しかし検査の際この操縦士は検査機に息を吹きかけておらず、呼気検査が正しく行われておりませんでした。また他の乗務員も誰もこの副操縦士の酒臭さに気がつかなかったそうです。しかし飛行機に向かうバスの運転手が副操縦士のアルコール臭に気がつき、セキュリティスタッフに通報したことで明らかになりました。副操縦士はコックピットに入り出発の準備をしておりましたので、もしバスの運転手が通報していなければこの機体はロンドンを出発していたことでしょう。また出発をしていたとしても大惨事を招いていた可能性もあります。 JAL は2017年8月からの統計でアルコール濃度が基準値オーバーが19件発生しており、そのうち12便が遅延しておりました。さらに別件で同年12月に客室乗務員の女性が機内で飲酒していたことを発見し、航空局から業務改善勧告を受けております。2件目は2019年2月の19日午後6時10分頃に ANA の30代副操縦士が神戸空港の事務所に出勤しました。呼気検査を行うものの基準値オーバーで、出発前に検査しても車内規定を上回る呼気1リットルあたり 0.05mg のアルコールが検知されたため乗務を交代しました。これにより出発が1時間30分ほど遅れてしまいました。3件目は2019年1月3日に ANA から出航していた ANA ウィングスの機長から規定の2倍ものアルコール量が検出されました。さらに副操縦士と裏で口合わせをしており、お酒の影響がまだ残っていると自覚していたものと考えられます。2019年1月16日付で出航元の ANA から懲戒解雇処分を受けております。さらに国土交通省から機長1年間、副操縦士10日間の航空業務停止の処分が下されました。国土交通省も飲酒運転がなくなっていくように力を入れている最中にこの出来事が起こってしまったのです。運航乗務員の飲酒に関する法律は昔からあります。それは航空法第70条に記載があり、それによると航空機乗組員は酒精飲料または麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができない恐れがある間はその航空業務を行ってはならないとあります。ご覧の通り法律では何時間前までに飲酒を控えるような文言は書かれておりません。アルコールの分解速度は人によって違うので法律として何時間前までという記載はできないのです。よくテレビなどで聞く乗務何時間前まで飲酒が可能と決めているのは各会社の決まり事です。航空会社によって8時間前、
12時間前、24時間前など決まっています。乗務前の飲酒を引き換える時間をもっと長くしたり、飲酒をしなければいいと思うかもしれません。しかしアルコールをたしなむ人にとっては生きがいの一つが奪われてしまう問題が出てくるのです。最近立て続けに航空業界の飲酒問題が連続的に取り上げられていることもあり、国土交通省はパイロットの手綱を締めようとしております。2018年11月に航空従事者の飲酒基準に関する検討会を設置し、飲酒に関する航空法等の遵守の徹底についてという文書を発行し、全航空会社に徹底させるように試みました。さらに2018年11月29日には運航乗務員に対する乗務前の飲酒に関する管理の強化等の指示についてを発行し、さらなる徹底を図ろうとしている最中に ANA ウィングスの飲酒問題が発生してしまいました。翌月の12月25日にパイロットの飲酒基準について中間取りまとめを行い、2019年1月31日に操縦士の飲酒基準を改定しました。これにより全運航乗務員の体内アルコール濃度の数値基準を設定し、航空運送事業者に対するアルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務付けがされました。航空局はこれに加え、今後も安全監査等を通じて厳格に指示監督を行っていく意向を示しております。現在も各航空会社に出向き、操縦士の呼気検査を抜き打ちで行っております。国土交通省はさらに航空運送事業を行っている各航空会社に飲酒対策について報告をさせました。日本の大手2社を見ていきましょう。各航空会社のレポートの一部を抜粋すると、まず ANA グループの運航乗務員に対しての取り組みでは、乗務12時間前以降の飲酒制限に加え、乗務12時間前のアルコール2単位コントロールについて社内規定を定め指示徹底、ストロータイプの記録式呼気検査器を全空港に配備、呼気検査器を使用する際は第三者立ち会いと確認記録を徹底、運航乗務員に対して呼気検査器を貸与する、アルコール教育プログラムの見直しを行う、アルコールに関するカウンセリング窓口設置の再周知と利用促進を行うとともに、グループ会社へ水平展開するということを行っていくそうです。1番目に出てきたアルコール2単位というものは、1単位が純アルコール 20g です。2単位なので 40g になります。この2単位までであれば、個人の体重や消化速度の差、体調を考慮しても12時間あれば消化できるアルコール量だそうです。公益社団法人アルコール健康医学協会によると、体重60から 70kg の人は1単位のアルコール消化に3から4時間かかるそうなので、最高8時間かかることになります。その値にさらに4時間のマージンを乗せる形となっているようです。アルコール2単位のおおよその量は、500ミリ缶ビールが2本で、ワインであれば小グラス4杯、もしくは400ミリリットルまでなので、一般的なワインボトルの半分程度というところでしょうか。少し量が物足りなく感じる方がいらっしゃるかもしれませんね。続いて JAL グループを見ていきましょう。すでに実施導入済みの対策は、海外で使用していた旧型検知器を新型検知器へ刷新、アルコール検査時の地上スタッフの立ち会い、乗務前24時間および滞在先での飲酒禁止当面、乗務編成変更の禁止だそうです。今後実施予定の対策は、検査記録の保存、アルコール基準値の設定、罰則の強化と懲戒規則の見直し、アルコールの影響に関する知識教育の実施、アルコールに関する個別のカウンセリング実施だそうです。 NA グループでは2単位という表現を使っておりましたが、 JAL グループでは4ドリンクという表現を使っていくそうです。乗務の12時間前までの飲酒量の目安は4ドリンクです。純アルコールで見てみると、4ドリンクでも2単位でも 40g 相当なので、両者とも同じと言えるでしょう。この他にも航空運送事業者における飲酒対策には、記載の航空会社が対策を発表しております。気が向いた方はホームページにリンクを貼っておきますのでご覧ください。いかがだったでしょうか。地上を走る車ですら飲酒運転で数多くの命が毎年奪われております。空を飛ぶ飛行機のパイロットが飲酒運転をしていては、誰もが命を預けたくないと思います。これから東京オリンピックや大阪万博などでインバウンド需要が増えていきます。パイロット不足の中、会社としては稼ぎ時で、可能であれば便数を増やしていくことでしょう。そうなれば今よりも
パイロットのストレスレベルはきっと高くなっていくことでしょう。事故が起きてしまってからでは遅いです。ただ禁止事項を増やしたり罰則を重たくしていくだけではなく、今抱えているストレスの逃げ道を何か別のいい方向に向けられるようみんなで知恵を出していかないといけないのかもしれませんね。今回はパイロットの飲酒問題についてご紹介しました。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもお役に立てたのであれば、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると今後の励みになります。今後ともいい動画を作成できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。